もうお食べになったかしら。バンホーテンのチョコレート初めてだよ。そう。そして夫はまるで甘い秘密を思い出したかのようでした。え、私、それはもうご想像にお任せしますわ。あのバンホーテンがチョコレートに。バンホーテンチョコレート、ドラマバン夫婦の秘密、ウェブ限定オンエア。よーい、スタート。じゃん。バンホーテン、カット。カット。めっちゃ段取りやね。全然見てへんやん。よーい、スタート。もうお食べになったかしら。バンホーテンのチョコレート、カット。カット。はい、オッケーです。カット、オッケーです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。後で商品見てみる。よう、スタート。はい、カット。カット。いいと思います。ありがとうございます。バンホーテンの、チョコレートが発売されるということで、作られた CM ですけど、とてもなんて言うんでしょう、コミカルなというか、すごく面白い CM だなと、あの絵コンテを拝見しても思いましたので、あの楽しい CM が仕上がるんじゃないかと思ってワクワクしてます。僕もバンホーテンはとても子供の頃から身近な、ね、飲み物だったので、うん、あのそれ の, あの CM を、まあ、バンホーテンのチョコレートですけども、うん、CM をやらせていただけるのはとても嬉しいです、はい、でも前に朝ドラでご一緒させていただいた時はもっとなこんなに仲の良い夫婦ではなかった。そうですよね。ただまあなんかお互いをどこかで認め合うところもあるけど、なかなかちゃんとまっすぐ見てあげられないっていう不器用な、夫婦の役ではあったんですけども、今回はとても仲良くさせていただいたので私は楽しかったです。そうですね、あの最初のツーショットの時に、うん、久しぶりに1年半ぶりにあの仲間さんの隣にいて芝居をさせていただいた時に、独特の仲間由紀恵バイブレーションがこちらに伝わってきた。これだと、これだったんだっていうのが蘇ってきまして、本当にもうあのなんだろう、嬉しい。でも仲間さんってもうあのどっかにね、ちょっとこう真面目なのかふざけてるのか分かんないっていうね、そういうとこあるんですよ。今回なんかそれがとってもよく出てて。あ、そうですか。すごく真面目に演じてて、そう、もちろんそうなんですけど、そう見えないところもあるんですよね。そこがもう何とも言えない味で、仲間由紀恵さんのそれを間近に見れてとても幸運でした。このバン夫婦が最高じゃないですか。ねと思いますよ。なかなかいないと思いますよ。本当に焼き餅をね、また結婚して何年ぐらいになるんですよね、この夫婦は。うん、割と長いですよね。そうですね。でもまだあの使用人とか、まあ、この家はお金持ちの家なんで、使用人とか運転手たちと奥さんがなんか、まあ、できてるんじゃないかっていうね、焼き餅を焼けるなんて素晴らしいですよね。そうですね。気持ちがあるってことですからね。そう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 。でもやっぱりそれは全然杞憂で、本当は僕のこと考えて、旦那さんを考えてたって、とても理想的な夫婦だと思います。うん、